こんにちは、AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です。やっほー。ということで今からメイクをしていきますよ。ただ秘宝が一つあって、前髪固めるスプレー忘れました。悲しい。あと喉がやられてます。昨日より悪化した。あと髪の毛ボサボサ。こんにちは。メイクします。一日お仕事なので、ちょっと待って、まず私は錦糸町何時ですか。それを調べなきゃいけない。そう。まずそれを知るところから始めますね。そう、こっから錦糸町駅に行くんですけど、まあ余裕持ってここの準備片付けとかもあるとしたら、まず1時ぐらいにはメイク終わらせたいな。ちょっとだけ、ありがとうございます。余裕持って1時にはメイク終わらせます。で、片付けとかしたりしてたら、まあいい時間でしょう、きっと。とりあえずメイクします。朝下地とか、下地じゃない、スキンケア類はしてきたのでいいでしょう。喉おかしいですね、本当に。
今日は今日の私のスケジュール、これ誰の水？今日の私のスケジュールはインスタのストーリーにもう一覧で載っけましたので、あのそれを見てもらえれば全部あそこに載ってます。本当はねピンときたのあの MV の YouTube のリンクも貼りたかったんだけど、なんかリンクがストーリーに1個しか貼れないみたいで、そうだから配信の方だけ貼っといた。今日楽しみ、嬉しい、友達連れてきて友達連れてきて、パワーワード、そう今回はなんか遅い部でしたね、うん、本当に来れないかもしれないけど、どっちかは行きたいって人はぜひ劇場で待ってます。劇場でお待ちしておりますので、ファンデまで終わり。なんかさ本当にさ見て赤く腫れてんだけど、なんかあったってぐらいポンポンなの。多分配信ではそんなあれっぽくないかもしれない。比べてみたらすごいなんかシワが少ないじゃん。シワが少ないのよ。そう、腫れすぎててシワが少なくてさおもろい。え、わかんない、何やったか全然わかんなくて、うん、ちょっとおもろい。
んにちは。あ、眉マスカラ忘れた。最悪。濃い色のやつしか持ってない。悲しみぞ。メイク中ですよ。錦糸町に来てくれるみんなに向けたメイクをしてます。これ劇場に置いてく。思ったのに忘れてた。昨日の。まあ今日劇場行った時に置いていこう。今日髪型ね、どうしようかなって迷ってます。ドラマの髪型じゃなきゃいけないっていう指定があったらちょっと三つ編みなんですけど多分ないと思うんだよね。別にドラマの曲ではあるけど、その今日の映像がドラマに使われるとかじゃないのできっと大丈夫だと思うんですけど、何でも髪は OK だと思う。だから少なくとも三つ編みはしないですね。ドラマでいつもやってたから、うん、せっかくならこのね、同じ衣装だけど違う髪型をしたいと思うので。せっかくならね。分かんない。やっぱ三つ編みにしようってなるかもしれないけど、まあ、なんないと思うけど。え、勝手にドラマの衣装だと思ってたけど、ドラマの衣装じゃないのかな。勝手にそう思ってたよ。分かんない。だってピンときたはドラマの曲だからドラマの衣装だろうなって勝手に思ってました。違うのかな分かんない、見てない。まあ多分ドラマ衣装でしょう。違う方がびっくり。きっとドラマです。ちょっとエアコン寒くなってきた。
可愛い、ありがとう。まだメイク途中だけど、まだ全力でメイク途中だけど、ありがとう。ちょっと少しでも眉毛を薄くするためにいつもの技を使います。一度眉毛を脱色させます。ほらちょっとなくなってきた。眉マスカラね、黒髪用の眉マスカラ持ってきちゃった。最近もう色明るいから、もうちょっとワントーン明るくしてもいいのに。色間違っちゃった。こんにちは。待って、私一緒に住んの川由衣ちゃんと久保ちゃんか。二人とも髪ストレートだよね。うわ、うち巻いてもよかったな。まあいいや、コテ持ってきてない。うん、うん、私もストレートで若返った気持ちで全力でいきます。巻いてもよかったな。やらかしてるな。まあ、いっか。まあね、来る人はね、その若い子たちのファンの子方々ってことでね。深い感じでいきますよ。ええ、
若いのが好きってことでしょ。だってその二人を好きってことは少なくとも。ちょっとメガネつけすぎたかな。ちょっと若い設定とか言ったのにちょっとラメ多かったか。まあいいか。なんか色が分かんなくて、色が絶妙な。え、もしやもうサブスクって解禁してたりすんの？新曲おー来てる。アップルミュージックに入ってますよ。夢見てごめんのカップリングが MV 公開。え、かわいい。くるみかわいい。画質悪い。なんで？ちょっと待って、一回 YouTube で調べ直す。画質悪すぎた。くるみかわいい。マジひらたちゃん顔強い。いとも髪巻いてんのかわいいな。くるみ顔面強すぎて無理。ひゆか黄色似合うね。え、いとももかわいい。ていうか黄色に赤が似合う。かわいい。
さこ。伊藤沙莉ちゃん。なんかいいね、このメイクめっちゃ可愛い。サリーちゃんか、伊藤サリーちゃん。マジで花田芽衣ちゃんがさ、花田芽衣ちゃんの顔って分かったんですよ。中井梨花ちゃんと向井地美音さんと石渡瀬奈ちゃんを3人ぐる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 ってミキサーにかけたらこの顔できそうっていう。待って、伊藤もも可愛すぎ。カイリちゃん下ろしてる方が私好きかも。なんかポニーテールの方がファンの人は好きそうだけど、私は下ろしてる方が好き。鈴木くるみ可愛すぎて無理。やばい、目変わんない。いいね。なんかこういう若々しい MV 撮ってみたかった。制服の羽とかあるじゃんって言われそうだけど、まあ、制服の羽も結局なんか10人ぐらいだけすごいなんか地元をドライブしたり走ったりとかしてたけど、あとの30人ぐらい車の扉開けて閉めて砂利の上で踊って、あとリップシーン撮ってぐらいしかしてないから、こう若いなんか若々しい MV 撮ってないんだよね。星空の時はもうなんか本気で眠すぎて、あの周辺本気で眠かった思い出本気で眠かった思い出、ルートの時も眠かった、
番チームエイトっぽい MV って夢のルートだろうね、きっと。走ったな、走ったな。ね、メイク直し用の綿棒を入れてる。あった。今日握手いきます、よろしく、ありがとう、お願いします。錦糸町かな、待ってます。目元のメイクが全然まだ終わってない、やばい。でマラソンしたのって他います？なんかあったっけ？リフレインも走ってるけど、あれはでもさ、多分さ、そんなさ長距離走ってないでしょ。短距離、短距離走。え、うちらあれマラソンですけど、夢のルート。嘘でしょ、あれマラソンだと思われてないの。 4.7 キロも走ったのに。ちょっとピンク濃くなりすぎた。まあこれぐらいが可愛いか。喉飴舐めていきます。あったかな、こんばんは。今から あれをします。
まつげ。その前に、こんな姿の自分では絶対あなたに会えないと、だから手ずに苦しんでいたら、今から私のまつげを見ててください。まずは全力で U ピンク、結構話題になってるんですけど、このゆきりんさんの U ピンクが最強に束感を作りやすいっていう。おいお差し掛けた。危な。発売日出血事件起こるとこだった。危な。こいつんじゃった、目つんじゃったになるとこだった。危ないって、やめて。え、てか今日さ雨降るよって、今日涼しいよ寒いよって聞いてたからさ、聞いてたのにさ、全力で暑いの何？誰今日寒いよって言った人？昨日の配信で。今日寒いよって言った人誰？全力で暑いよ。左右で生え方が違うのかな。
それぞれ束感は綺麗なんだけど左右で揃ってない。こっちは目尻中心に結構ある。こっちはなんか全体的に広範囲。え、やばい。同じ日本にいる？コメント欄にさ、今日は強風だから涼しやすいねって人と、今日は風もないから暑いねって人いるんだけど。待って。合ってる？私的にはさっき歩いた感じ風なかったんだけど、北海道とかにいるのかな。違う地域にいるのかな。もしかしたらね。私の体感風なかった。すごっ、まつげ逆に怖っ、長すぎてね、長すぎて引かれそう。もうちょい、綺麗なまつげ。バーコードみたい。もはやね。綺麗すぎて可愛くない。そんなことないよ。ありがとう。できた。前髪は
錦糸町行ってからやる。多分今から歩いてる間に崩れそうなので、眉毛についてるもん、見て、こっちのまつげ、ほら眉毛についてる、突き刺さってる眉毛に、やばすぎ。誰もいないよ。一人です。二人だけど一人です。髪型、そうね、劇場と変えようかな。時間と余力があれば、できた。食べてない、TikTok とか撮ろうかな、暇すぎて。
30分あるから、じゃあちょっとポーチ整頓しよう。撮るのやめました TikTok すいません、ポーチ整頓します。残念。なんかね TikTok 撮ろうかなって言っていいねみたいな、うん、あ、やめようってなっちゃった。いける。え、撮ってみたいな言われるの嫌なんだよね、すごく。え、これ撮ってよ、あれ撮ってよって言われるのすごい、すごい嫌だ。だから嫌だ。え、わかる？わかってくれる？ありがとう。仲間いた。で、例えば普通にこれで撮りたいなと思って撮ったとするじゃん。で、たまたまそれが言ったやつだった時に「え、俺が撮ってって言ったから撮ってくれたの？」って言われるのが一番嫌なの。ごめんね本当に。でもそうなんだ、なんか違うんだもん。撮りたくて撮ってるんだもんって思っちゃう。天の弱バッター。天の弱ではないんだよね別に。なんかやだってなっちゃう。消毒液あったから消毒した。で、消毒した手でアルコール…あ、間違えた。髪の毛触ってみた。最悪最悪。ちゃんハートありがとう。ネックレスをつけます。珍しく仕事の時ぐらいしか。そういうの、こういうの似合う女になりたいんだけどね、これからどんどん。アクセサリーとか。てか寒いって。
やっぱり普通に何個切っちゃおどうせ外出たら暑いからその暑さに慣れておこう今のうちに。これゴミ。これ使うやつ。踊ってみた。やっほー。なんか今日気づいたらさ、電車の中で気づいたら寝てた、うん、気づいたら目的地ついてた。やべやべ。なんかあのフリV見てたんですよ。その何だっけ、ピンときたの。したら寝てた。
こんにちは。こんにちは。冷蔵庫入れとこう。朝のフルーツこれ1本。飲もうかなと思ったけど、冷蔵庫入れます。で、水持っていきます。暑いからね、外飲むの大事よ。似合う？CM 来るかな。夏だからね、爽やかなね感じの方がいいかな。劇場の方が暗いのか。ちゃんとしたゴム持ってこればよかった。シュシュしかない。こっちの方が爽やかに見えるよね。なんかちょっと夏感。こんにちは。錦糸町、寝不足ですね。眠いです。すごく。
んかご飯買ってこうかな。錦糸町の場所は前回と一緒ですか？だって、前回わかんないから、ごめん、わかんない。前回錦糸町じゃなかったからわかんない。あ、気まず。気まず。気まず。前回は渋谷。気まず。気まぜっと。全力の気まぜっと。もう一回喋んない方がいいと思うよ。一回喋んない、一回やめた方がいいかもしれない。うん、マジで結構一回ちゃんと喋んないとがいいかも。余計ボロ出るだけだから。気まずくてごめん、気になっちゃうよね、ざまあ。おもろ。あ、違う、私は錦糸町のさ近くになんか食べれるもの系のなんかコンビニとかあんのかなと思って、そりゃあるか。セブンがある、ファミマもある。どうしよう。
でもあんまり錦糸町の周りうろうろしすると人いるやん。やめた方がいいよね。絶対になるべくやめた方がいいと思う。そうだと思う。知ってる。だからあんまうろうろできない。なんか買います。とりあえずお腹に入れれるもの。ということでそろそろ1時なので終わって準備して向かいますか。よし。ま、とりあえず錦糸町でお会いしましょう皆さん。また。あの夜ってか昼夕方は劇場でお会いしましょう。そしてあだけあ夜、ピンときたの MV 公開とあと生配信、選曲披露生配信、ぜひ楽しみに待っててください。ということでそれでは最後にランキングを読みます。1位、今日両方行く鉄道ネイトさんありがとう。2位、ともゆきさんありがとう。3位、ゆたパパさんありがとう。4位、じじしょがさんありがとう。5位、サウロンさんありがとう。6位、バージョン R さんありがとう。7位、キラさんありがとう。8位、プロジュさんありがとう。10位、タカノンさんありがとう。11位、バタフライエフェクトさん、あれ変わった。10位、バタフライエフェクトさん。11位、ベベモンさん。12位、母さん。13位、スーパーニモさんありがとうございますということで皆さんありがとうございました。また錦糸町もしくは、劇場もしくは YouTube でお会いしましょう。ありがとう。また最後にキャッチフレーズします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットチャップで8220人盛り上がりの皆さんにきっときてお届けしちゃう。タイム研修してやるぴょんことジボタルナでした。ということでそれではまた後ほどお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。またねー。